はい、皆さんこんにちは。ひとりさんのひとりごとのコーナーです。ですね、今日は創造と破壊の話です。この話私は本当にしたくないんですよ。おそらく10人に話して1人わかるかなという話です。100人に1人のような気もします。1000人に1人のような気もしますけど、まあ言わないよりいいだろう程度です。聞かないよりいい程度で聞いててください。この世の中はね、創造と破壊でできてるんです。で、どう説明しても創造と破壊でできてるんですよ。簡単に言うとね、この今私たちはこう宇宙に住んでるんだけど、宇宙は実は生き物なんです。地球の生き物なんです。星の生き物だから、寿命が来るとね、星ってバーンと爆発しちゃうんです。だんだん赤くなって光ってきてね、ドーンと光って、その星によって色は違うらしいんだけど、でまた塵になっちゃう。でその塵がまた集まってきて新しい星ができる。細胞分裂のようなものなんだよね。でこの宇宙自体も生き物だから息してるんです。で今はビッグバンでドーンと大きくなって、どんどん今もう秒速で何万キロとかなんか言ってたね、なんかで広がってるらしいの。宇宙ってどんどんでかくなってる。でこれ一定以上まででかくなると今度は、ね、戻ってくる。でーっと戻ってきて、でまた一箇所に集中する。でまた大爆発を起こしてっていう、これを息、宇宙の息というんだよね。でこのもちろん集まってくる中心がある、それから出てく中心がある。この宇宙には中心があるんですよ。でそれを、まあ、宗教でいうところの、仏教でいうところ大日っていうやつなんだよね。神事教でいうとシバ神っていう、宇宙の中心ね、大宇宙神とかアラとかいろいろ言うんだけど、今は宗教の話じゃないんですよ。で今は創造と破壊を繰り返す。でこの創造と破壊っていうことを言うと、破壊って言うと戦争とかって思っちゃうんだけど、あれは秩序なき破壊なんですよ。で神の破壊っていうのは何ですかって言った時、計画的に破壊する。例えば、振り上がるとするね。でまあ適当に直しながら使ってるのはそれはいいんですよ。で最終的にじゃあこの上なんかこう3階建て建てようとかビル建てようって言った時、まさか白屋の古くなった家の上に3階建てたらどうなっちゃうのかって言った時、一回こう壊さなきゃなんないよね。でも本当は壊す時ってどういう家建ててとか分かりますよね。計画を立てますよね。それで壊そうじゃないかっていうことになりますよね。戦争なんかってそんなこと考えないんですよ。とりあえず壊しますよね。でも普通の人はそういう壊し方はしないんですよね。とりあえず壊してから考えましょうとかって言ったら住むとこなくなっちゃうしね。っていうことね、家で考えてもらえばよくわかるんだけど、それで創造と破壊を繰り返さないと、人間の細胞もそうなんだけど、作られると今度壊れるんですよ。で人間、山でもそうですよね。山を見ててふるさと10年ぶり返って山は変わんないなってこと、山変わってんですよ。山の木はね、やっぱり細胞が分裂しなくなり、また新しい細胞ができる。葉っぱだってそうですよ。去年の葉っぱ落っこってて、ね、今年の葉っぱ出てくるんだよね。で創造されると破壊されるんですよ、ね。でうちの会社もそうなんだけど、もともと精神的な話をしてて、そういう仲間が集まって仕事になったんだけど、精神的な話もね、例えば神様の話も仕事の話も同じなんだよ。だから一つことなんだ。でどういうふうに仕事をするかっていうと、新しいものを創造し、それを自分で壊していくんだ。でよりいいものを作る。で壊すときには当然次の計画を練ってるんですよ。ね、練らずに壊しちゃダメだよ。だけどそれをやり続けないと実は死んじゃうんですよ。
であんまり対象として良くないんだけど、例えばあのディズニーランドっていうのがあって、ディズニーランドっていうのは常にどっか壊してんですよ。作り上げるともう壊してん、どっか壊してんだよね。なんていうの、夜のなんとかパレードみたいのやったとすると、もうそれを完成してる間にもう次のやつをもうそれを壊して次のことを考えてるんですよ。だから常に伸び続けたり成功し続けるところっていうのは、想像することと破壊することを常に考えてるんだよね。この前、今日でちょうど滑川アイランドっていうところが8月いっぱいでね閉めることになって、非常に残念なんだけど、あのフラミンゴのショーっていうのをやって、一時ね100万人ぐらい人間を呼べたんだよね。でそれは想像したんですよ、フラミンゴのショーっていうのね。だいたいフラミンゴってショーなんかやってないから、あの子たちはね、そのフラミンゴのショーというのをね想像したわけですよね。ところが想像したんだけど破壊しないんですよ。そうなるとどうなっちゃうかというと、そこ自体が破壊されちゃうんですよ。だからもうそれが成功したらもう次のものを考えなきゃいけない。簡単に言うと、フラミンゴのショーが残しておいたとしても他の設備のとこを何とかしようとか、要するに常にこう細胞だって全部いっぺんに変わるわけじゃないからね、わかるよね。でいっぺんに全部死んじゃって新しいのっていっぺんに死んだと人は死んじゃうからねそれはわかるよね。だけど常に想像し常に破壊し、常に想像し常に破壊するっていうことが繰り返されて行われるんですよ。で嫌だと思うのが何しようが世の中はそうなんです。肌一つ、髪の毛一つ、すべてのものは想像し破壊されるんです。この地球もそうなんです。想像された以上は、あと何万年とか何十万年とかすると、これも爆発してなくなっちゃうんです。ね。で、新しい想像し、新しい破壊さ。でもこれの繰り返しなんだと。で、これを嫌がって、俺は嫌なんだって言った、あんたが嫌でもそうなんだっていう、ここが問題なんですよ。大切ですね。うん。ね、だからそのことを嫌だとかって思わないで、新しいものを想像していくんだ、ね、で想像し破壊し想像し破壊していくんだっていうことを繰り返す、これが日常の当たり前のことなんだ。だから仕事も当然そうである、全てにおいてそうなんだ。で破壊するっていうことは、計画的に出来上がったものを守っていくっていうことよりも、わかりますか、守っていくということよりも常にそれ以上のものを考え出す、ね、常にそれ以上のものを考え出していかなきゃなんないんだっていうことなんで、そうすると最初は拡張って拡大できるんですよ。どん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 拡大、でも拡大ってディズニーランドがいくら拡大してたって日本中ディズニーランドにすることはできないんですよ。世界中ディズニーランドにすることもできない。どっかで一定数で区切られるんですよ。今はなんとかシーとかっていうの、ディズニーシーとかっていうの、あれは空き地があったからできたんだよ。もしなかったら中入る、うん、だからあれは新しいのを想像したけど、いつか想像というのは限界まで来た時、じゃあ古いどっか直そうよ、破壊だよね、うん、古いものもいいなから直い取っとこうよ、取っとくって考えが想像なんだよ、うんね、だって取っとこうと思って作ったわけじゃないんで、古い家なんて周りがみんな新しくなっちゃったから何年か残そうよっていう、それは全く新しい考えなんだよね。でそういう新しい考えも出てくるの。前は古いはみんなぶっ壊して新しくしてっちゃったの、そしたらその中で何個か残ったの取っとこうよって、古いものも大切だから、そんなことは生み出したのは新しい考えなんだ。でそれはそれでいいんだよ。だけど常に物は想像と破壊を繰り返していく。だから応変になってくと非常に難しいんだよ。でその想像と破壊ってのはほとんどの人間やりたくないんだよ。大体人間って怠け者だから、怠けたら幸せだと思ってるから。ただ問題は怠けてる間だと年取るよねって。なぜ年取るかって言うと、どん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 そっちへ向かっていくんだよね、うん、どうにも変えられないもんってある。要は想像と破壊ってどうにも変えられないんですよ。だからさっきみたく、なんつうの、古いもんにもいいもんがあるんだとかと、大切に取っとかなきゃいけないんだとか、それはそれで新しい考え方なんだって、それに言いたいの。
でやりたくないやつあくまでもやらないような作戦を立てるけど、あんたがどういう作戦を立てようとね、不況、不況よりこの前まで日本と景気良かったんだよ、でずっとその前がいったって違う時代が来たんだよね、もうなんていうのバブルの時代なんてもう破壊されちゃったのないんですよ。でずっと不景気がこのまま続くんですかって言うとそうでもないんだよ。常に世の中ってのは動き変わるんだよ。で仏法でいうところの無常であると、無常って白状とかってじゃないんだよ、常じゃないって言うんだよ、同じことはずっと続かないんだよね。今知るだけでもうじき夜になっちゃうんだよね。ずっと今日だ、今日がいいなったって明日になっちゃうんだよね。で常に新しく出てくる、その中で生き抜こうと思って成功する人間っていうのはそれを嫌だと思わないこと、当たり前なんだ。でこの世が続いてくれればいいってね、続かないんです。でそんなこと宇宙の成り立ちからしてないんです。この宇宙は創造と破壊の神様が作ったんです。もし神がいるとしたらね、シバ神の息なんです。でそこに住んでんだから自分はそこから逃れて生きるんだってできないんです。で永遠に創造しそれは破壊され、そしてまた創造される。で人間だけが何かをやったとき次の計画なしに何かやっちゃうんです、だからそれを計画的にやらなきゃいけないんです。で計画しなくても戦争が起きるんですよ、いろんなことが起きるんです。でも失敗する人ってのは計画的にやってないんです。でそれはなぜ計画的にやらないかというと、このままが続けばいいという考えに、このままが続けばいいし、このままが続くと思うから次を考えないんです、はい、このままが続かないんです。わかります か, 分かります。だからうちの会社ってなぜ売れてるうちに新しい商品を出すんですかとか、続かないんです。でまた続くわけがないんです。私が続くと思い、みんなが続くと思っても続かないんです。もう常に続かないんです。だから車社会は続いてます。車は変わってるんです。それがまた限界まで達した時にこの世の中って二酸化炭素がこんなにいっぱいになっちゃって、次はね、燃料電池のように二酸化炭素を出さないで走らせようとか、常に変わっていくんです、ね、変わんないように見えるのはあんたの意見だけで、常に人は変わってるんです。全てが変わってるんです。でそのことを嫌がってもダメなんです。嫌がっても変わるんです。だとしたら変えるように持ってっちゃった方がいい。でより変えていく、そのことを恐れちゃダメなんです。で問題は恐れても変わるんです。だから恐れずにその方へ突き進んでった方がいいんです。どうせやらなきゃならないんです。だから先にやってりゃいいんです。それがそのことが分かるとマルカンが分かるんです。でみんなはいやいやその創造と破壊についてくる、うちはこの創造と破壊を一歩先にやるんです。でそれが成功の秘訣なんです。だからどんな宗教もどんな例えば神事も精神的なことも全てが創造と破壊なんです。でこれを止めることはできません。止めると自分が破壊してしまう。そういうことです。もし止める会社があった、このままでいいんだっていうふうにしたらそのものは崩れるんです。今日本の官僚制が崩れてる、みんなあのままがいいと思ってるんです。でもあのままにはいかないんです。で必ず崩れてくるんです。それで崩すのが嫌だって言えばもっと大きい力がそれを崩すんです、止められないんです。ということです。これが創造と破壊の話です、理解する人だけ理解してください。で終わります。ありがとうございます。